VFW バック191バイトバック191バイト VFW バック191バイトはドイツの V トール核攻撃戦闘機の実験機である。この機はフィアット G91 を代替する意図で設計された。バック191バイトは西ドイツのファーアイニシタニにしたフラギテクニシャベルケで製造された。計画当初はイタリアのフィアットが参加しており1967年に 撤退したが、その後も有力な二次契約者として残った。バクトは V、エストール偵察攻撃機の略語である。水力は、リフトと巡航の両方に使用されるロールスロイス、マットー r b 1 9 3から12、水力変更エンジンから発生し、これは、他の二つの垂直上商用エンジンの補助にもなった。回転ノズル開発プログラムは1962年に、 フィアット G91 地上攻撃機を代替する V トール機として始まったが、NATO の要求が変更になったことで、技術実証機となった。1970年から1975年までの間に3機の爆191バイトで、合計91回の飛行テストを実施した。最初のホバリング飛行は1971年9月20日に、ブレーメンで行われた。 1972年10月26日には、ミュンヘンで最初の垂直飛行から水平飛行への背にと、その逆プロセスを行った。試作機は、フライバイワイや技術を含む後にパナビアトーネードとなる、いくつかの概念テストにも使用された。上面から爆191バイトはその概念において、英国のーカーシドレーハリアーと似ているが、中、 高高度での超音速ダッシュが可能であるように設計された。しかし単発エンジンは効力が大きく、2機のリフト用エンジンは巡航時にデッドウェイトになってしまい、小さな巡航用エンジンでは体重量比で低い水力しか発生できないと判断された。またこの機は高翼面荷重の非常に小さい翼を持っていた。これとは対照的にハリアーは 体重量比で遥かに高い水力を持ち格闘戦には有効であり、その大きな翼は短距離の滑走離陸にはうってつけだった。ありがとうございます。